さーい。皆さんこんにちは、おさチャンネル。本日は見たらわかりますかね、沖縄料理ジーマミー豆腐ご紹介していきたいと思います。この前ね、沖縄で食べてめちゃくちゃ感動したんですよ。しかも今回の料理は3つの材料揃えるだけでできちゃいますから、とっても簡単なレシピにしてあります。僕ね、最近ハマってることが、旅行行く時にね、ホテルに泊まるんじゃなくてコンドミニアムに泊まるんですよ。そうするとね、ちょっとしたキッチンがついてますから、じゃん、そうなんです、お鍋をね持ち込めるんですよね。今まで旅先では外食だったりとか食べ歩きばっかりだったんですけども、いやー、このお魚調理したら絶対美味しいだろうなみたいなやつがね、すっごい多かったので、お鍋とかちょっとだけ調味料を持っていけば現地の食材でね、最高のお料理が楽しめる。これね絶対おすすめなので、よかったらやってみてください。ステンレスの鍋持っててもね、あの飛行機のこういうピーっていうやつにね引っかからなかったので大丈夫ですよ。というわけで話はそれましたけど、3つの材料を混ぜるだけでできるジーマミー豆腐、今から一緒に作っていきましょう。それじゃあいきましょう。まずこれね、くず粉を用意します。なかったらね、白玉粉とかでも代用可能ですよ。ちょっとね、つぶつぶしてます。でね、このままだと溶けにくいので、このマッシャーでちょっとね、さっき潰しておきます。これね、ポテトサラダとかもそうなんですけども、マッシャー使う時の注意点としまして、このね、コンロの上でやらない。 IH の人はいいんですけどね、ガスの方はね、結構上から強い力加わりますので、このごとく曲がりますからね。お鍋熱い時なんかは鍋敷きの上に置いてこうやって潰しましょう。お鍋の取っ手を持つとね、簡単ですよ。そしてね、これがね、ピーナッツバターです。これピーナッツバターは無糖のものを選んでください。ジャム用の甘いやつじゃなくて、お砂糖入ってないやつですよ。沖縄ではね、ジミーズっていうスーパーに売ってたんですけども、日本全国的にはね、カルディとかでゲットできると思います。くるみとかね、アーモンドが体にいいみたいに、ピーナッツもね、ナッツ類なので、非常にね、我々の体にとっていい油が摂取できます。残った分はね、お砂糖と混ぜてパンとかに入れてもいいですし、非常にこれはおすすめです。じゃあピーナッツバターも入れまして、そこに混ぜるのがね、この豆乳です。すごい大豆、北海道、沖縄料理ですけどね、北海道のを使います。で、ここでちょっとチェックしてほしいのが、こちら無調整タイプと書いてあるものにしてください。こういう風にね、ちょっと飲みやすくなってるタイプで、豆乳飲料っていうのもありますけども、これだとうまくいきませんからね。じゃあこれ一気にたくさん入れると溶けにくくなっちゃうので、まず100だけ入れましょう。そして練る。次にもう100いきましょう。あ、200ml 入れるとだいぶ扱いやすくなりますね。そして最後200。はい、それじゃあなんとなく混ざりましたらね、ここから火をつけていきます。中火で加熱をしまして、時々だけね、こうやって混ぜていきましょう。また火が入ることによってね、ピーナッツバターが柔らかくなって扱いやすくなります。結構ね、鍋底にひっついてるので、この端っこの方でガリガリやっておきましょう。さあ、じゃあ火が入ってきますとね、くずがとろみが出てきまして、一気に固まってきます。わらび餅みたいですね、これ。こうやって混ぜた時に、よいしょ、鍋底がね、見えるようになりましたら、だいぶ完成間近です。さあ、この粘り分かりますかね。これで完成です。それじゃあね、最後は豆腐らしくなるように、このジップロックの中に入れます。すごい、ほんまお餅みたいです。はい、これね、意外とこの1パックに収まりましたね。じゃあ、とこれ蓋をして、冷蔵庫でね、1時間ぐらい置いとくと、しっかり冷えて固まってくれます。さあ、それじゃあね、冷えて固まりましたよ。じゃーん、うまく出るかな、これ。じゃーん。
それじゃあお楽しみのご試食タイムといきましょう。いただきます。上にかけるのはね、だし醤油がいいですよ。お、ちょうどだし醤油がこのジップロックの溝にはまりましたね。あ、すっげーうめえめちゃくちゃうまいです。これなんだろうな、ピーナッツバターがすごいクリーミーにしてくれる感じですね。豆腐臭さはね、全然ないですよ。で、沖縄の居酒屋さんで食べた時はね、わさびがあったので、ちょっとわさびも試してみましょう。あ、それはもちろん合いますよね。あ、いやー、というわけでね、こうやって素敵な形でオメガ3系の上質の油をね、取ることができました。日本ではまだあんまり馴染みがないですけども、結構外国ではね、このピーナッツバターって使われておりますので、ぜひね、お家で試してみてほしいと思います。あ、最後にちょっとね、付け足しなんですけども、これ結構ね、カロリーは高めですのでね、一気にたくさん食べるのはやめましょう。今日の分量のね、半分の分量とかでもできますから、家族で食べるか、ちょっとずつ作ってみてください。それじゃあ今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。最後までお付き合いありがとうございました。動画を気に入ってくださったら、チャンネル登録ボタンやいいねボタンで応援してくださると、とっても励みになります。これからも頑張りますので、よろしくお願いします。